はい、所得格差はどうやったらなくなるんですか？再分配の仕組みを作ること、これにつきます。所得の格差というのはやはり大企業や金持ちがお金を貯め込んで税を納めていないというところが大きいです。所得税の累進性も弱まってますし、法人税も減税されてきました。で、一方で本当に困窮した家庭の皆さん方に対する扶助制度というのは生活保護しかないんですね。したがって現金給付の仕組みが必要です。日本でやったのはコロナの時に皆さん10万円を配られたと思いますが、あれも半年近くかかってましたよね。事務費も本当に数百億から千億、こんなお金がかかってましたが、実はやり方一つ考えれば簡単です。今国税がやっている源泉徴収の仕組みを逆に集めるんではなく、お金を流すという形で使う、他の一部の企業にお金が流れるようなことないように速やかに給付ができる再分配の仕組みがあれば、貧困の連鎖を断ち切ることができるというふうに思います。